ゲームとしてのビジネス。スキー場で火傷はしたが、結果的にビジネスの数が増えたことになった。結局、時間はなくなったものの、ビジネスを増やすことで解決する。それは、遊びに使う金を増やしたい時も同じ。自分の全体資産のうち、遊びに使える割合があるとして、それが足らないなら、ビジネスを増やすしかない。新たにやりたいことがあれば、それをするために、計画的にビジネスを立ち上げる。ビジネスのためにビジネスを立ち上げる人たちには、本当に申し訳ない話だが、僕にとっては、ゲームの一つでしかない。何かを取りに行くためのツール。だからこそ、ゲームを勝つために、必死に勉強する。それぞれの業界には、マネタイズを得意とする人たちが大勢いる。そういう人たちの発想を聞くのは楽しい。彼らはゲームの達人なわけだ。達人たちと時間をかけ話すことはゲームの攻略法を聞くことに似ている。そんなクリアの仕方があったのか。そんな風に楽しむ。ビジネスを難しく考えないことが何より大切。眉間にシワを寄せビジネスの話をする人もいるが、僕にそういう感覚はない。財産を全部使えば当たり前のことだがゼロになる可能性もある。無理をして突っ込んだりもしない。ビジネスはあくまでも金を生み出すための手段。そこはドライ。自分の会社だから売りたくないなど、そんな気持ちもない。買いたい人がいて、値段の交渉が折り合えば、その会社を売ろうとなる。未練はない。サバサバとしている。いつものように、やると決めれば、学徒は必ず実現する。これまでも、これからも。飛躍した考えに思うかもしれないが、人生そのものがゲーム。混同しがちだが、ギャンブルではない。運に任せてビジネスをすることはない。人生というゲームを攻略するために必要なことはすべてやれ。すべてはゲーム。ゲームの達人になれ。